東区は、広島市を構成する八つの行政区の一つ。1980年、広島市が、政令指定都市に移行し東区として発足。旧市内と秋群秋町を合併した部分からなる。旧市内、すなわち二葉、牛田、早稲田、戸坂中学校の学区域は、東区の西側及び南側を共する大田川及びその分流の沿江川に沿っており、 標高261メートルの牛田山の四方にまとまった平地を有している。旧脇町域すなわち、ぬくしな、福木中学校の学区域は、ぬくしな川の谷筋に沿って南西から北東に伸びており、山方を標高682メートルの五砂草山をはじめと、鶴山に囲まれた面積22.7平平方メートルの地区である。 1960年代から住宅団地の造成が進み、さらに1987年に山陽自動車道広島東インターチェンジが共用開始されたことに伴って都市化が進んだ。内は地域名である。警察消防図書館区民、センタースポーツ施設公園広島駅北側を中心に JR 関連企業や地場食品メーカー、及び全国企業の支店。 死者が集積している。近年、双葉の里地区は、駅北として、再開発が進み、オフィスビルが続々と建設されている。以下に記載する、商業施設は大規模で、広域集客力のあるものに限定し、店舗の大まかな説明も記載している。百貨店は、サテライト店舗でないもの、ショッピングセンターは、原則1万平方メートル以上としている。ただし、 施設が集積しているなどしている場合は、例外的に掲載している場合もある。不動員広島市の文化財有形文化財、建造物、広島市の文化財記念物、史跡、広島市の文化財記念物、名称、広島市の文化財記念物、天然記念物、広島市の文化財登録文化財より、ありがとうございます。